タイクーンになるには欠かせないものだよ。パパ100元。100元のですね。そう。どうも。最後の 20% はこれだよ。ビンドウ噛んだことある？ないです。試してごらん。これ噂には聞いたことあるんですけども、実際に食べることは、いやこれどうやって食べるっていうか噛むんですか？なんかガムっていう風に言われたんですけども、これ実際にどうやって食べるかもわからないんですけども、取り出して、はい、頭の部分を噛み切るんだ。頭いらない。これを口に入れるんだ。全部口に入れて、口に入れて、全部噛むんだ。ガムみたいに。そう、力を入れて噛むんだ。うまい？うまい。これ、いや、何ですか、これ本当に苦いっていうか、なんか青臭いというか、どうしてこれ食べるんですか？台湾では、ビンロウには年齢制限がないから、若いタイクーはビンロウを噛むのがかっこいいと思うし、個性的なんだ。いやでもこれちょっと慣れるまで大変ですね。本当に青臭くて、いやこれを好んで食べようとは思わないですけど。タイクーンになりたければビンロウを噛まないとダメだよ。もう一回やってごらんよ。タイクーンになるぞ。これなんか青臭いだけじゃなくて、ちょっとなんかピリ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 するんですね。なんかちょっと辛いっていうか、なんか刺激が、口の中に刺激があるんですけど、いやこれダメですね。僕には全然食べられないと思います。そしたらそのタイカウの他にも、このビンロウを好んで食べる人っているんですか？若い人も結構ビンロウが好きですね。多分台湾はビンロウの本場でローカルなものだからと思うわ。これってどんなもので作られてるか全然わからないんですけども、初めて見るものなんで、作り方を教えてもらってもいいですか？いいわよ。よろしくお願いします。それでは、早速、ビンロウの包み方を教えてもらうんですが、その前に一つちょっと皆さんに、聞いてみたいと思います。皆さん、僕今日すごい頑張ってるんですけども、タイクーンに見えますか？本物のタイクーンね。タイクーンね。これを今日初めてこの認めてもらったんで、すごい嬉しく思います。じゃあ早速ですけども、よろしくお願いします。まず葉っぱを持って、石灰を塗ります。多すぎてはダメよ。それに筋に沿って塗らないと口が切れちゃうわ。これも味があるんですか？あるわよ。自分たちで味を整えるの。だから店それぞれの味があるのよ。香料を加えたり、お酒を加えたりするところもあるわ。うちでは伝統的な香料酒を加えているから、噛むとポカポカしてくるの。これがその温かくなるのよ。やってみる？はい、やらせてください。筋に沿ってね。塗りすぎよ、口が切れちゃう。これ塗りすぎるともう口が切れるほどの辛さになるそうなんですけども、まあとりあえず先に。これで大丈夫ですか？これって結構慣れたらまあいくつかできると思うんですけど、最高で1日どれぐらい包めますか？そうね、決まってないわね。その場で包んで売るからね。量が足りていれば OK なの。さっきも包み方を教えてもらったり、その前にちょっと見てたりしたら、本当に包みながら外を注意して、お客さんが来たらすぐ外に持って行って売るようにしてるんですけども、これもなんかすごい特別な売り方だと思うんですけども、どうしてこういう売り方をしてるんですか？お客さんのほとんどはトラックや車、バイクの運転手だから、毎度車から降りてきて自分で取ることはできないの。だから車が止まったら、こちらから出て行って、お客さんが欲しいものを手渡すのよ。それだからお店の
なんですか、前は全部ガラス張りになってるってことですよね。そう、だから外国の人たちは私たちのことを飾り窓の女と呼ぶわ。あ、でも僕の、まあ、前からのその印象なんですけども、そのピンロを売ってる方ってすごい着てるものが少ない感じだったんですね。台北はそういう感じではないんですか？台北と南部とはちょっと違うわね。私たちはもう便乗精神ではないわ。台北ではサービスが重視されるし、実際のところ肌を露出するのは風紀を乱すことになるから。まあ場所ごとに消費習慣が違うから仕方ないわね。これいつもまだ僕もお客さんがですぐそんなにすぐ対応できるかどうかわかんないんですけども、もしお客さん来たら僕にも売らせていただいてもいいですか？もちろんいいわよ。お客さんが来たら僕もちょっと売らせてもらうんですけども、そういう時に限ってなかなか来ないんですけども、じゃあお客さんが来るまでちょっと待ちたいと思います。ハッパ100円。はい、ニーハオ。いや、男だからって買わないで行っちゃいました。いや、いや買わないで行っちゃいましたけど。男だったので驚いたんだわ、きっと。ああ、ビンロンを売ってる人は、まあ、ほとんどが女性っていうか、まあ、絶対女性なんで、まあ、男性が出てきてびっくりして逃げちゃったようなんですけど。ちょっと失礼ですよね。すいません、売れませんでした。大丈夫よ、きっと男性だから驚いてしまったのね。いつも女の人から買うものだから、あなたを見てびっくりして買わなかったのよ。瓶を売るのはやっぱり女性の仕事ですからね。でも女性一人でここでご商売してるって危険とかはないですか？そうでもないわ。うちのお客さんはいい人ばかりだから何の問題もないわ。みんなは危険な仕事だと思うかもしれないけれど、実際はコンビニと同じで、お客さんが買ったらこちらはお釣りを渡す、それだけよ。でも気になることがあるんですけども、この瓶を売るって結構儲かることなんですか？儲かるといえば儲かるわ。でも昔ほどではないわね。というのは給与が以前ほど高くないから。私たちは瓶を一箱で5元の利益なの。私たちには基本給があるから、売れば売るほど儲けが増えるわけ。仕事の内容は本当に大変だと思います。でも話を聞いたところによると、なんか昔すごいことを達成したっていうふうな話を聞いたんですけども。ええ、台湾の最高峰の玉山に登ったの。ビキニを着てね、国旗を振ったわ。ビキニで登山をしたっていうんですけど、ユウさんってすごい高くないんですか？そう、登ったらめまいがしたわ。収まるのを待って撮影したのよ。じゃあなんでそのビキニで登山っていう計画を立てたんですか？自分への挑戦ね。寒い中山に登って人生の夢を実現させたのよ。いや、本当人生今一度のチャレンジと言われるんですけども、やっぱね、その寒いところでしかもビキニで登山、しかもゆうさんってそんなに低い山ではないんですね。普通の人でも山登り大変だと思うんですけども、空気も薄いところでそんなに少ない、本当にビキニ、本当にほとんど何も着てないのと一緒の感じで、いやー、寒いところに行くってもう本当僕には全然絶対できないと思うんですけども、本当にすごいと思います。僕は本物の大会ではないですけども、今回会った人たちは自分の信念を持ち、流行に流されず、本当に心から台湾を愛している人たちだと感じました。